た。その時に折れたんで、振り上げバック両足にやっとったから足に隙間ができて、そこからバイクが折れて、でそれで折れましたね。折れましたとか調子悪いんですけど、そうそうそう、そうそう、関西川崎 Z とか、この間も明石の会場で Z1 生誕40周年、 Z2 生誕40周年のイベントやったとこ。なかなか川崎貸してくれへんねんけど、この人ら言うたら貸してくれへんねん、川崎も、うん、普通工場見学とかさせてくれへんねん、一般で。気づけていきや、ありがとうございます。ぜひサーキットいざなう。オッケー、おいで、またおいでよ、はい、スクーターレースとか出へんのか。いや、僕多分そこまで出ないです、まだ足運転ないんで。だ、大丈夫大丈夫、頑張れ。スクーターレースやってる人がいてるけど、でもノーマルのスクーター持ってた方があれば、ね、FN の方が早いと思う。そうそうそう、生駒でやってるわ、生駒のスカイライン、うん、あそこで生駒のサーキットあるやろ。友達やってますよ。やってる、うん、あそこでやってる主催者の方がうち知り合いやから、またおいで、はい、なんかこっちからエンジンかけようか。そのチャンバーのウルトはバックオンやろ。いやいやいや、いやいや、嘘だろ。行こうか、チャンバー。倉庫、隣、あ、この隣、隣、うん、だからどこに、蛇腹の屋根あるやろ、ガレージ、蛇腹並目、蛇腹、あそこ、じゃあ、どうも、わかりますわ、ありがとう、気付けて、いいっす。よし、気づけた。全然進んでない、あのボラ。